はい、こんにちは。札幌占い美容師ハイマガシのことです。今回は新しいトリートメントのピンクスパイダーというトリートメントについて、ちょっとお話ししたいと思います。今回ちょっと検証ね、いろいろちょっとしてみたんですけれども、ピンクスパイダーがどういうものかというのをちょっとお伝えしたいと思います。実際にですね、ちょっと検証の結果の方をちょっとお見せしたいと思います。ピンクスパイダーのはどういうものかというとですね、まずですね、こういうちょっと色が今ちょっと違うんですが、まだ届いてないので色はもうちょっとピンク色になるんですけど、これが液、原液ですね。こういうものを今作ってます。で、これを紙につけて、この紙、これを紙につけたらどういう風になるかというと、この液状のものをつけます。で、紙につけました。で、そこで水を加えていくとどうなっていくかというと、水を加えると、ちょっと片栗粉みたいですけど、こういう風に増粘できます。で、この状態で髪の毛にくっつける、この状態で髪の毛にやるよりも、この状態でやっちゃうとちょっとダメでですね、ちょっと遅いんですね。で、僕が考えているのは、この状態で、隅々までこう髪のキューティクルの裏側だったりとかですね、内部の方、多少内部側の方までこれを浸透させて、その状態に、お湯でチェンジリンスをしていくとですね、どういう風になるかっていうと、こういう風になります。はい、これがこうなりますね。なんで、ポイントとしてはこの状態を紙につけるってことですね。この液を、紙に乗せてからチェンジリンスをしていくと、徐々にこういう状態になってきます。はい、高分子化していきます。で、これをさらに、アイロン入れることによって、アイロン入れなくても全然結果は出るんですけど、より効果を出すためにアイロンを入れて、脱水で水分をちょっと飛ばしていくことによって、髪の表面にこの成分が残ってくれるのでツルツルになると、疑似キューティクルの処方になっているということになります。はい、成分はちょっと言えないんですけど、これを乗っけることによって、例えば縮毛矯正の、アイロンの前につけたりとか、あと全ての手術の、一番最後ですねにやってあげるとかなり効果的です。使い方は超簡単なんで、一番最後にやればいいと思っていただければいいです。でですね、髪質改善のトリートメントだったり、あとは通常のトリートメントだったり、新しいメニュー化していただけるといいかなと思うんですけれども、髪、まずこちらで髪の細かいところまで、これかなり浸透できるような配合になってるんですけど、浸透、細かい隙間まで浸透させて、そこで膨らますような感じに、僕は考えてます。そのような感じにしていくとかなり、すごいかなと。で、例えばこれをですね、大手メーカーさんの方で製造するとなってくると、多分この調合上無理なことがちょっとあって、無理なんですよ、作れないんですね。かなり難しいと思います、製造すると思ってくると。なので、ちょっと特殊な配合になっております。で、この高分子化がかなり強力で、ただ網状にこう高分子が網状になってるんで、この隙間からちゃんとね、水の出入りだったりとか薬剤の出入りはしてくれるので、なんか薬剤の妨げにはならないというような感じです。ピンクスパイダーってクモの巣をイメージしたんですけど、このようにクモの巣のような感じに、保護できるというようなことで、色はピンク色なんでちょっとピンク、あと、クモの巣なんでスパイダーということでピンクスパイダーという名前にしました。で、あとですね、ちょっとこれ色が、他の検証もしてるんでちょっと色これ変なんですけど、それはちょっと一回置いといて、こちらなんですけど、いろいろ検証した結果、これ既存のトリートメントと合わせたらどうなのかなっていう部分ですよね。例えばモモンガトリートメントと合わせるとどういう感じになるのかなとか、モモンガと同時でね、混ぜて使うんじゃなくて
モモンガトリートメントをやった後にやったらどうかなとか、モモンガオイル還元剤をやった後にこれを使うとどうなのかなみたいな、ちょっと検証してみたんですけど、はい、いろいろやった結果ですね、モモンガオイル還元剤かなりいい感じにちょっと結果出てまして、こちらですね、結構いい、しっかりした綺麗な高分子化ができているかなと思います。弾力もしっかりあるし、崩れないというか、かなり強い感じになってますね。ちょっと色はね、すいません、これちょっといろいろあってこんな色になっちゃってるんですけど、はい。なのでじゃあどういうことかっていうと、モモンガオイル還元剤で、髪質改善できるじゃないですか。で、髪質改善しながらちょっとこちらで皮膜を貼るという、皮膜っていうとちょっと言い方悪いんですけど、このピンクスパイダーで表面を、表面とか髪の強化の部分をしていくという感じはかなり効果的だなと、まあ、実際にお客さんやっててもそう思うんですけど、プラスやっぱり何もしない未処理の部分よりも、モモンガやった方がやっぱりちょっと馬力が出ます。これモモンガやってるんですけど、モモンガと一緒に合わせた感じなので、モモンガやった後にピンクスパイダーやった感じがちょっと色変なんですけど、結構しっかりした弾力がある高分子化になってます。こんな感じになってます。まあより強いのがモモンガオイル還元剤がかなり強かったんで、この辺を併用していければ結構面白いかなっていうふうに検証結果からなりました。はい、これが一番結果良かったですね。うん、ということで、まあ、例えば使い方としては、モモンガオイル還元剤をかなりに、まあ、混ぜて、まあ、いろいろなやり方があるんですけど、そのモモンガオイル還元剤で、まあ、トリートメントの時はモモンガオイル還元剤つけて時間を置いて、それから、モモンガトリートメントで、栄養を入れて、で最後に、このピンクスパイダーをやるとかなりいいかなと思います。ただ、パーマの時にモモンガオイル還元剤ちょっと使えないので、パーマの時はどういう感じになるかっていうと、こちらの、通常のパーマの時はモモンガとあとこのピンクスパイダーを使っていくような感じです。もちろんピンクスパイダー単体でも全然、他と比べ物にならないぐらいの強化はできるんですけど、はい、この調合だと、なのでいろいろ組み合わせても全然使える、むしろ相乗効果で、いい結果が出るなっていうのがちょっと分かりましたので、ちょっと動画にしてみました。結構ピンクスパイダーのトリートメントってやるとすごいこう修練というか、結構ホールド力が強いんで、結構こうギュッ髪の毛のやっていくとですね、結構髪がツルツルというよりは、その乾かす前って結構キュッとこう締まってる状態なんですよ。なんでちょっとこう引っかかりが出るんですよね。だから違和感をちょっと覚えるかなと思うんですけど、でも全く違和感が出ない状態のトリートメント、まあ本当ツルツルにするようなトリートメントって、実際僕はあんま効果ないかなと思ってて、乾かした時に、反比例しますから、結構こうキュッと締まってるのって乾かすとサラサラになるんですよ。なので結構ウェットの時に分かりやすいようなこうツルツルになるトリートメントって一見よく思えるんですけど、実際ってそれって乾かした時にそんな効果出なかったりするんですよね。なので若干違和感感じるぐらいのトリートメントを僕は作ってて、その違和感を嫌だなって一般的な概念で言うと、ちょっとやりづらいなと思うかもしれないですけど、その違和感がこの結果につながるんですよ。なんで、まあ、もし嫌な場合は最後にリンスとかつけちゃえばツルツルにすることできるんですけど、僕はあえてリンス使わないで、最後に、ムサビのクリアコートとかをつけて、結構ちょっときちっとなるんですけど、要は洗濯のりみたいな感じですよね。どっちかっていうとやる、乾かす前の状態ってパリッとしてるんですよ。で乾かしてアイロン入れるともうツルツルになるんですけど、結構そのパリッとしてる硬い質感っていうんですか、ヘナにも近い部分があると思うんですけど、そういうの嫌いな結構美容師さんも結構いらっしゃると思うんですよ。分かりやすい質感がいいみたいな。
でも分かりやすい質感ってそれなりの結果しか出ないんですよね。なんでこういう違和感を感じるものっていうのを僕はちょっと作りたくて、やっぱり他にないものっていうか、この違和感を感じることで、その違和感がメリットに変わるというか、そういうような面白いトリートメントを作りたいなっていうふうにずっと思ってて、やっぱそういう、そうですね、なんかちょっと使いづらいものって使いこなしていくとめちゃくちゃいいものになったりするんですよ。これね、ちょっとやってもらわないと分かんないんですけど、結構使いやすいトリートメントって、それこそシステムトリートメントとかもシャンプー台こうツルツルになると思うんですけど、なんか実際継続率なかったりとか意味ないんですよね、あんまり。なのでやっぱりちょっと若干違和感感じるぐらいの違いがやってて、あれちょっとなんかこのすごいな質感がみたいな、ちょっと若干パリッとしすぎちゃってるなぐらいの先にすごいサラサラの質感っていうのが待ってたりするんで、この違和感をどう捉えるかだと思うんですよね。この違和感が嫌だなと思うのか、本当に結果を出したければその違和感の先を超えたところにすごいいい結果が出る部分があると思うんで、まあその辺をねちょっとご理解いただけたら非常にいい仕事をしてくれるんじゃないかなと。でいろんなトリートメントがあるけども結構高単価も取れるトリートメントだと思うんで、結果が出るんで、はい、なんで結構面白いかなって僕は思ってはいます。一応ね、もうちょっと検証を繰り返して、よりいいものをちょっと作っていきたいなと思うんで、あとちょっとですかね、はい、そろそろ結構いい感じにも仕上がってきたかなというふうに僕は思ってますので、かなり、面白いんじゃないかなというふうに思っております。はい、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。